けぞ。さっきはよくも舐めた真似をしてくれたな。なるほど、あいつか。戦闘力はそうなんですよ。妙でしょ。愚か者め、スカウターの数値だけを見ているからそういう間抜けな目に遭うんだ。おそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げると。俺の見立てではあいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。6万？そんな、こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。よし、行くぞベジータ。おめ、カカロットとギニューの実力はほとんど同じぐらいと見た。うまくいけば2匹とも潰し合ってくたばってくれるかもしれん。思い知らせてくれる。アーバよ、カカロット。ベジータ、行くぞ。ベジータのやつ、せっかくの登場と悪いが一気に行かせてもらうぞ。このギニュー様、すぐにその鼻っ柱をへし折ってやろう。よっ、こいつは思った以上にできるようだな。
ベジータもそんなこと言ってた。何のことかさっぱりわかんねえけんどよ。スーパーサイヤ人、伝説の最強戦士。ああ、なんということだ。フリーザ様がただ一つ恐れていた、スーパーサイヤ人なのか。さあな、けんどよ、おら無駄な戦いはしたくねえんだ。悪いことは言わねえ。おめえたち、この星から消えてくれ。なんだと、貴様、本気か。本気だ。無意味におめえたちを殺したくねえ。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか、貴様はスーパーサイヤ人になりきれていないようだな。だが少なくともこの俺様よりははるかに強い。なぜ笑う。チェイス、俺のスカウターを持っていろ。気に入ったぞ、貴様のその強い体を。チェンジ。なんでオラがそこにいるんだ。交換させてもらったぜ、貴様と俺の体を。ギニュー隊長、スカウターを。おう、よし、宇宙船に戻るぞ。フリーザ様も戻ってこられるかもしれん。あいつが自分を傷つけたんは、このためだったんか。まずいぞ。このままだと、オラ、いや、あいつらとクリリンたちが、鉢合わせする。待て。うまく地球に帰っても、また父に怒られそうだな。こんな顔になっちゃって。ここを嗅ぎつけられたようです。もうすぐそこまで。言っておあげなさい、デンデ。あの地球の人たちはあなたを必要としています。わかりました。最長老様、どうか死なないでください。
ま、いいでしょう。塵の一粒くらいは放っておきますか。何か用か。私はフリーザといって、あなたたちのドラゴンボールを集めてある願いを叶えたいものですが、ドラゴンボールは7個すべてを揃えたのですがね、どうも願いが叶わないようなんですよ。そこで教えてほしいのです。どうすれば願いを叶えられるのでしょうか。お帰り願おう。邪悪な者に教えることはできない。素直に話した方がいいと思いますよ。あなたを殺すぐらいわけはありません。お二人いらっしゃるんでしょう。どちらかの人から聞き出せばいいことですから。ではそうするがいい。だが戦う前にこれだけは頭に叩き込んでおけ。家の中におられる最長老様はドラゴンボールを作られたお方だ。もし最長老様を殺せばドラゴンボールも消えてなくなるぞ。頼んだぞネイル、できるだけ時間を稼いでくれ。わかりました。なるほど。ですがあなたが殺されそうになっては最長老さんも言わない。そうたやすく倒されるつもりはないが、最長老様は寿命が近い。おお、これはすごい。戦闘力4万2000まで上がりましたよ。参考までに、これからあなたが戦おうとしている私の戦闘力は53万です。ですがもちお酒ドラゴンボールが見当たらん。どこかに隠して。どっちにしても地球人どもがあの妙な機械で見つけるだろう。それまでは戦闘力をうまく消して奴らに俺がここにいることがバレないようにすればいい。あのチビどもがシェンロンとやらを呼び出したら奴らを死に、奴らは間もなく来るはずだが、今のうちに戦闘服を新品に変えておくか。クリリンさん、あっちの方向です。よし、ご飯急ぐぞ。7個集まってるみたいです。よし、チャンスだ。父さん大丈夫かな。悟空なら大丈夫さ。あのベジータもいるんだぜ。ドラゴンボールの反応は船の中じゃなく、早いとこ探そうぜ。あいつら地面に埋めて隠してるとはな。でもこれで全部揃いましたね。あんなところに隠してやがったの。とっととシェンロンとやらを呼び出しやがれ。そうしたらあのチビどもを片付けて、この俺が不老不死の願いを叶えさせてもらう。揃った7つの玉、シェンロン、ポルンが現る。よし、行くぞ。はい、いでよシェンロン。
そして願いを叶えたまえ。出ない。ちょっとセリフが違うのかもしれません。クソったれども、何を。クリニさん、え、邪悪な人。じゃ、え、悟空、ギニューとかいうやつを倒して部下を仲間にしちまったのか。ドラゴンボールが掘り出されています。どういうことだ。何言ってんだ、ドラゴンレーダーで見つけたに決まってんだろ。そんなものか。それで願いは叶えられたのか。それがよ、ダメなんだ。シェンロンが出てこねえんだよ。なんでだろうな。それより悟空、お前なんか変じゃないか。その雰囲気がさ。それになんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。体を取り替えて。なんだって。お前はクリリン。よくここまで来れたな。そうさ、この俺は。体を怖く遠慮なく。貴様の精神バカめ。俺も戦う。おっと、ダメ。ベジータ。早速この体のパワーを試させてもらう。ヤリックホール。ベジータか。
なぜこんな戦闘力を。そりゃあよし、なんということだ。チースがやられるとは。次はお前だ。死ねー。まさかチェンジ。やってくれ。あの野郎、よくも邪魔を。どうやら元に戻れたぞ。なんだ一体何をしたんだ。この感じはお父さんだ。お父さん元の体に戻ったんだ。今度こそベジータと入れ替わってやる。まずいぞ。今やつにベジータの体を手に入れさせたらおしめだ。いただくぞその体を。これだ。どういうことだ。やったぞ。あいつをカエルに変えてやった。加減喋ったらどうですか。ドラゴン最長老を殺せばドラゴン、これが最後の警告にしましょう。言いなさい。そろそろデンデが地球、お前が知りたがっている。何。おのれ、やられたというのか。とにかくベジータや地球人とギニュー特製、そしてドラゴンボールは願いを叶えるのはこのフリーザ様。様ら下等生物なんかではない。
様ならこのメディカルマシーンで大した時間もかからずに全開できるだろう。さて、貴様らには戦闘服をくれてやるか。防御に関しては少しはマシになるだろうぜ。え、戦闘服ってそういうやつか。イメージ良くないな。あ、すげえ軽さだ。肩も全然じゃん。シェンロンを呼び出そうですね。行きましょう。合言葉とやらはお前らが調べておけ。俺はフリーザのやつとの決戦に向けて。うん。フリーザにだけは会わないようにしないと。お父さん、どれくらいで元気になるんだろう。大した時間もかからないってベジータが言ってたな。フリーザの気は近くには感じないな。最長老さんのところにいるのかな。誰かが飛んでる。この木は。やっぱりデンデだ。クリリンさん、ゴハンさん、ど、ああ、それがやっとドラゴン、それで最長老さんとこへ聞きに行こうと向かってたとこだったんだ。やっぱりそうだと思います。僕は最長老様に言われ、あれはナメナメッコ。急ぎましょう。そうか。ところで、はい、よし。到着。ベジータはどうだ。あ、眠った。あいつ戦ってば。しかしあいつに悟られないようシェンロンが出た時に気づか。よし、なんとか。はい。何で急げデンデ。はい。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ。光った。あ、空が暗くなった。地球のドラゴンボールと一緒だ。ドラゴンボールを7個揃えし者よ。さあ、願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。すげえ。さすが本場のジェンロン。気前がいいや。早く願いを。フリーザやベジータが。ああ。まずサイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ルテミラル、ファンパリス、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンチパ、ポンテロルピチェ。それは叶わぬ願いだ。生き返らせることのできる人数は一人ずつだけだ。そんな。生き返ることができるのは一人だけらしいぞ。俺にご飯と話をさせてくれ。頼む。わかった。わしの肩に手を置いて話すがいい。すまん。ご飯、聞こえるか？ピッコロか？ピッコロさん？
そっちの状況は分かった。いいか、よく聞くんだ。一つ目の願いでこの俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも復活して他の連中も蘇らせることができるはずだ。そうか、その手があったんだ。そして二つ目の願いを言う。生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺は戦いたい。俺はここで遥かに力を増した。必ずそいつを倒してみせる。その星に俺を呼ぶんだ。わかりました、ピッコロさん。頼んだぞ。三つ目の願いは好きにしよう。デンデ、地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。はい、ピッコロさんですね。テトラプト、ホットピッコロ、プピメロパピモコソ、パートラテモリンペ、クーリプーパス、プヤキリグオ、ウオトク、ホラクサ、ペロプッポー。わかった。一つ目の願いを叶えてやろう。神様。ピッコロめ、粋なことを考えおったもんだわい。二つ目の願いは、今生き返らせてもらったピッコロさんをこのナメック星にワープさせてください。はい。テルモパラ、アッコロル、ステノニピロ、ピッコロル、マゲカ、タマクロル。それはたやすい。二つ目の願いを叶えてやろう。ここがふるさと、ナメック星か。なるほど、妙に懐かしい気分だ。感傷に浸っている場合じゃない。ご飯、遠くにとんでもなくでかい木を感じる。その近くにもでかい木が3つ。フリーザが近づいてきてると思えば、なぜ空が。この星に夜はないはず。なんだあの化け物は。それにドラゴンボールのあの化け物は。くそー。二つ目の願いも叶えた。さあ最後の願いを言うがいい。叶えたって言いないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから、どこかの場所に。ここへ来て欲しかったのですか。そんな。はあ、どう。貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ、愚か者め。フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。待って、願いは3つまで叶うんです。まだ一つ叶える願いが。バカ、しゃべるな。そいつを聞いて安心したぜ。さあ
この俺を不老不死にしろ。フリーザーもそこまで来ているぞ。3つ目、最後の願いはまだか。こうなったら破れかぶれだ。デンデン、そいつの願いを叶えてやれ。悔しいが、それしか今のピンチをしのぐ方法はない。わかりました。よし、それでいいんだ。これでフリーザに俺を殺すことはできん。今は無理でもそのうち倒せる。では。なぜ竜が消え、ドラゴンボールが あんな石に。最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。なんだと。俺の不老不死はどうすんだ。それは。フリーザ。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。ギニュー特戦隊の反応がありませんね。あなたたちが殺したんですか。どうやったのかは知りませんが、これはちょっと意外でしたよ。それにしても、あと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。絶対に許さんぞ、虫けらどもー。じわじわと殴り殺しにしてくれる。一人たりとも逃がさんぞ。覚悟しろ。そんな。なんて敵だ。勝てるわけ。ないぜ。当たり前だ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか。勝てる。俺とこいつらの3人で戦えばなんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかもチビの方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんな大ボラが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。大ボラなんかではない、確信だ。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。変身？変身って何だってんだよ、ベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな。私の場合は違いますよ。パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。なんだって。恐れるな、ハッタリだ。そこまでは変わらん。そうでしょうか。サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。ベジータさん、あなたのお父さんも大したことありませんでしたね。チッ、そんなことでいい気になるなよ。俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろ、フリーザ。今すぐ変身して正体を見せやがれ。
いいだろう。そこまで死にたいのなら見せてやろう。よーく見ておきなさい。めったに見られるものではありませんからね。敵だ。気をつけろよ。こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。何しろ力が有り余ってるんだ。戦闘力にしたら100万以上は確実か。何？バッ！情けない面だぞ、ベジータ。どうやらここまで強くなってしまうとは想像外だったらしいな。己！さーて、ドイツから地獄を見せてやろうか。決めた！クリリンさん！よくもクリリンさんを！助ける気か。無駄だ。すぐ死ぬ。よっしゃ。クリリンさん、助けなきゃ。クリッ。やりっこ。クリッ。やりっこ。くんなく。パンチだ。クリリンさん。こんな心配をしてる暇はないぞ。パンリックホーム。逆上して理性を失うとここまでパワーが引き出せるのか。すごいすごい。やはりどうもパワーがないぞ。自分はコントロールできないようだ。の罪ではないようだな。今のはさすがの俺も少し痛かったぞ。しかし相手が悪かったな。ただ畜生、俺たちの考えは。でかい木がさらにバカでかくなって、いよいよフリーザってのが動き出したか。かすかな気を感じる。お、俺とそっくりだ。地球人の言っていたナメック星人か。彼らの念、よかった。いろいろと事情を知っているようだな。ならば、俺がそのガキたちを助けようと急いでいることも知っているだろう。悪いが、見殺し。どう鍛錬したかわからんが、それだけに。何？再び神のやつと同化して一人になりさえすれば。そうだ。私はフリーザに圧倒。今さらどうしようもないことだ。それに俺は、あんなやつと二度と同化する気はない。
私とどうかしろ。そうすればお前のその力が数倍にもなる。何？うん、いいだろう。試し貴様に言わ、うん、まず何という力だ。今行くぞご飯。この力があれば勝てる。どんな奴であろうと負けるはずがない。俺は今究極のパワーを手に入れたのだ。